2019明治安田生命 J3 リーグ第18節ブラウブリッツ秋田はここまで5勝5分け7敗で勝ち点は20、ホームで連敗回避とともに2試合ぶりの勝ち星を挙げられるのでしょうか。こちらシステムは 3-4-2-1 です。ゴールキーパーは松本、バックラインに右から千田、山田、そして今日はハン・ホガンが入っています。右に沖野、左に田中雄大、今日は小谷と垣根、元岩手コンビがボランチです。藤沼と前山の通車道にワントップ、まだゴールがない林という11人です。それでは対するアウェー岩手グルージャ盛岡の先発メンバーとシステムご覧いただきます。こちらは 3-1-4-2 のシステムです。ゴールキーパーは土井、最終ラインは右からキャプテンの福田、米原、深井です。アンカーに石井、右のワイドに太田、左に菅本岳、広田と江頭のインサイドハーフ、ツートップは宮市と谷口海斗です。ここは前山のところ、またしてもボールを奪った。さあ谷口海斗、谷口シュート、決まった。谷口海斗注目の今日を挙げました。谷口ようやくゴールを決めました。今シーズン3点目、見事なカウンター。前山からボールを奪って、この谷口2人マークがいたんですが、その間を縫ってシュートを放っていきました。これが今シーズン3点目。さあここで太田、縦に行く、福田から江頭のシュート、もう一度左足のシュート、これは枠を捉えることができませんでした。立て続けに2本シュートを放っていきましたが、江頭、これはロングシュート、はこれは枠を外しました。ただキーパー前に出ているのを見て、この広田すかさず狙っていきました。あっとここで一気に裏に行く、前山フリーになった、前山シュート、土井が止めました。前半の間もなく終了かというところで、スーッと斜めの動き、裏に抜け出していきました前山。さあこのクロスボール、ゴール前に上がりますが、もう一度起きろ、小谷スルーして前山シュート、わずかに右。さあここはうまく広田にボールが渡る、そして江頭、さあどこを使う、谷口海斗、江頭のシュート、ここは詰めていますが、キーパー松本を抑えました。千田海斗が沖野へ、沖野、小谷、そして沖野に渡るか、菅本スピードでついていく。さあ沖野かわしてクロスボール、藤沼拓夢のヘディング決まりました。ホームの秋田追いついた。後半の13分、古巣相手にこれで今シーズン岩手からのゴールは2点目ということになりました。藤沼拓夢チームトップ今シーズン6点目。沖野の完璧なクロスボール、フリーでした。藤沼拓夢、林に代わって中村亮太、そして小谷に変えて久富と、ここはテクニックを見せる沖野。さあ久富のクロス、中村、久富中村コンビでゴールを奪いました。マセ監督の起用2人、交代メンバー2人でゴールを奪っていったブラウブリッツ秋田。さあ今シーズン初めて先制されながらも逆転勝利があるんでしょうか。さあコーナーキック、さらなる追加点になるんでしょうか。さあこのコーナーキック、千田海斗のゴールが決まった。千田見事なゴール、これが J 初ゴールということになりました。
いい時間帯、後半43分、3対1と2点のリード、岩手を引き離しています。さあここは無理はしません、時間を使います。ここで試合終了のホイッスル。ホームの秋田、111日ぶり4月7日以来のホーム戦勝利。ようやくこのホームでの勝利をサポーターに届けることができました。